マスノスケー、シヌークサーモンは、サケモク目ケ科に属する魚。別名キングサーモン。サケ属中では最も冷水を好み、アラスカからカムチャツカ半島にかけての北太平洋を中心に、オホーツク海、日本海北部などに分布するが、分布数はアラスカ沖の北太平洋に偏る。日本国内ではロシアに回帰する一部の個体が、 主に北海道の太平洋沿岸で漁獲されるものの数は多くない。なお、国内には工場的な産卵場所となる河川は存在しないが佐渡島や東北地方以北の河川で捕獲された例がある。孵化後、海洋で1から5年ほど生活し多くの個体は4から6年で成熟するが、オスでは海洋生活が1年程度と考えられる小型草熟の個体が現れる。 その後は産卵のため、再び生まれ育った川を目指して遡上する。また、アラスカ有根川産の個体では、川に入ってから産卵場所となる上流にたどり着くまで、遡上する距離が 1000km を超えるものも存在する。寄生虫の分析により、アジア系、カムチャッカ系、アメリカ系の産系統の群れがいることが判明しており、各々の群れの生活様式は異なっている。 1900年代にアメリカからニュージーランドに移植され定着している。キングサーモン以外の別名にはスケスケマスオースケなどがある。標準的な和名であるマスノスケやこれらの名称に含まれるスケとは国史の四等間の内時間であるスケを意味する。現地赴任する国史のうちの官位筆頭者で人国で強権を振るった樹領は東国の大国たる新能人国の上の国。 日立国、上佐国では、時間の助であり、普通の鮭やマスよりも巨大なこの種を、酒やマスの親分格の存在と見立て、国画に君臨する助に例えたものである。東北地方には、鮭の大助の伝承がある。鮮魚店などでは、キングサーモンの名称で販売されていることが多いが、別種である、大西洋酒も、同じ、キングサーモンの名前で並べられている場合も多い。 英語で、キング・オブ・ザ・サーモンというのは、キング・サーモンとは全く異なり、学名、トラキプタース・アルティブリスという大型の深海魚である。釣り上げられたマスノスケのオス。体にはコニ色が現れている。孵化、浮上後直ちに公開する、個体群は、海洋型に分類され、孵化後1年から2年後、ベニザケのように、淡水生活を行った後に公開する、個体群は、 河川型分類される。生活史は型の個体群で大きく異なる。同一河川では海洋型よりも河川型の方が産卵時期が早い傾向がある。公開時期は共に融雪水の増加する4月から6月。産卵期には幅があり夏の集団と秋の集団が存在する。いわゆる酒か魚類の中では北海道に生息する伊藤と並んで大きさは 最大級であるが、通常漁獲される個体は概ね体長80から90センチメートル、体重は5から20キログラム程度である。体色は、背面は、黒色点が散在する、青緑色、腹部は銀白色をしている。おひれには、銀色の放射状と黒色斑があることで、他の裂けますと、区別できる。また体に対する、 目の大きさも他の酒ス類と比較してやや小さめである。本種は酒類の中でも特に脂肪分が多く微味とされる。国内で流通するものの多くはアラスカやロシアなどからの輸入ものであり、日本産は少ない。主な用途は缶詰加工、塩漬けの切り身、燻製、刺身など。また卵も他の酒同様、イクラなどに加工される。 太平洋酒族の魚は鮭、紅酒、カラフトマスのような動物プランクトンを主に食べて育つ、種と桜マス、銀酒のように他の魚類を主に捕食する種に大別されるが、マスのケは同族の中でも魚食性の代表格で、海域によって変化するが生魚はニシン、イカナゴ、イカなどを捕食する。食物連鎖の上で好意にあることもあり、プランクトン食の酒類と比べて、 資源量ははるかに少ない。1970年代には400万尾の漁獲量があったが、2000年頃には100万尾まで減少している。この間、沖合酒ス量が資源現象の原因とされたため、公海上の沖合酒ス量は1992年以降、禁量となったが、資源現象には歯止めがかかっていない。つまり、資源現象の原因は、 海洋上での捕獲ではなく、土壌河川に建設されているダムが原因となり、淡水生活が大きな影響を受けていると考えられるが、解明はされていない。このほか、表面水温の変動の影響を強く受けているとの調査結果もある。日本国内での放流事業は1959年以降、発岩産卵を輸入し、北海道内の河川に企業を放流している。 1964年には、トカチ川及び、日高沿岸で回帰した個体も捕獲されたが、現在は行われていない。バイオベンチャーのアクアバウンティテクノロジーズは、遺伝子組み換え鮭、アクアドバンテージサーモン、アキデバンタッチサーモンを開発した。この鮭は、アトランティックサーモンの遺伝子に、マスノスケから、成長ホルモンの遺伝子を、また、オーシャンパウトから、 天社会種の遺伝子領域プロモーターを組み込んだ結果、天然のアトランティックサーモンの約半分の期間でより大型に成長する特徴を持つ。申請から約20年後の2015年11月19日、アメリカ食品医薬品局はこれを食品認可した。これは FDA 発の遺伝子組み換え動物の承認となった。カナダでも2016年5月に政府が アクアドバンテージサーモンを食品認可し、翌2017年、カナダでの食用販売が始まった。カナダでは遺伝子組み換えの表示義務がない。環境団体は販売に反対している。ありがとうございます。